はい、こんにちは、岡村海斗です。時刻は今5時過ぎなんですけども、昨日ね、ちょうど静岡の QS 銭湯プロジュニアが終わりまして、奈々子ちゃんが大健闘したんですけども、まだ見てない方はぜひチェックしてみてください。で、今日は試合が終わった次の日ということで、僕は明日から茨城でね、JPSA があるんで、今からちょっと朝一練習しに、まあ、静岡のどっかでやっていきたいと思います。波はそうですね、ちょっと昨日よりはできんのかな、まあ、今のところちょっとまだ暗くて分かんないんですけども、ちょっと準備して早めにワンセッションやっていきたいと思います。さあ、宿前は超オンショアですね。どうなんだろう、会場、まあ、いつもここの前はオンショアだと、あっちの試合会場の方はオフショアになってたりするんですけど、ちょっとまあ行ってみないとわからないんで、ちょっと準備していきたいと思います。はい、試合会場のポイントに到着しました。結構サイズ上がってて、頭半ぐらいありそう。マジかな、はい、リンさん、おはようございます。ありがとうございます。うねってんのが多分皆さん見えると思うんですけど、やっぱ船に台風のスウェーデンが反応して、かなりでかいサイズになってるんで、ここでやっちゃおうか。ここでやっちゃおうと思います。ちょっと願ってた波、まあ沖出れるかわかんないけど、ちょっとやってみたいと思います。ちょっと準備します。はい、というわけで準備できたんで、今から行っていきたいと思います。板は今回コーチングで来てたので1本しか持ってきてないんですけど、510のシャープアイサーボードのモデルが HT2 のラウンドテールで、フィンはシャープアイのフィンのラージをつけていきたいと思います。そして、うん、まーちゃんも一緒でちょっと固まっております。サイズが上がりすぎてちょっとでかくなったいきなりでかくなって、結構人もいなくて、僕好みの波になったんで、ちょっとやってみて、さっき見てたらダブルぐらいのセット浮き始めてたんで、もうタイムセールバカバカ入ってきちゃってるんで、ちょっとクローズしちゃう前に早めにいい波ピックアップして、ちょっと練習していきたいなというふうに思うんで、よろしくお願いします。結果お願いします。お願いします。はい、おはようございます。昨日までは試合があって3日間ぐらい、まあいい天気やったり雨やったりと大変な日が続いたんですけど、また今日から気持ちを切り替えて、次は海瀬くんが茨城に JPSA があるので、それに自分もついていって、またカメラマンとしてやっていきたいと思います。そして今日はですね、静岡の試合会場の御前崎で、波がめちゃくちゃサイズアップして、どうだろう、ダブルぐらいのセットを全然来てます。今回静岡に来て一番サイズがあるんじゃないかなと思います。で、まーちゃんと海斗くんが今沖にゲッティングアウトしている状態です。サイズがあるんで、めちゃくちゃ見応えあるセッションになりそうです。じゃあ今日も一日頑張っていきます。はい、こんな感じでセットが来たらダブルぐらいありますね、確実に。これはでけえ。で、これを今この2人は食らってます。全然出れないっすね、これ多分。最初こっから入ってたんですけど、食らいつつ流されながら右の方まで流されていきました。でもこのタイミングで出れそうです。はい、無事に沖に着いたぽいですね。最初出たすぐバンバン食らってたんですけど、波が止まった時にうまくタイミングよく出れました。で、これ今一番望遠で撮ってるんですけど、身長がでかい海斗くんが豆みたいにちっちゃいですね。で、そんだけ沖が遠いってことで、サーフィンの映像も撮っていきたいと思います。沖にセットが来てます。
おー、食らいまーす。はい、その裏にも来てますよ、海斗くん。大丈夫ですか？あれ、消えた。おー、食らいまくってます。まだもう一本、裏にも来てます。あれ、消えた。おー、まーちゃんが横でライディングしました。セットが来てます。お、これに海斗くんは行かない。もう一本裏にも来てますね。さあ、行くんでしょうか。あー、でも割れないか。お、行かない模様です。海斗くん、またもやセットを食らい続けてます。おっと、まだまだ来てます。大丈夫でしょうか。セットが来ると急にやっぱり 4,5 本ぐらいまとまって入ってくるから、その時にこの手前にいたら地獄ですね。ヘロヘロじゃないですかね、今も。残念ながらあと2本は来てます。海斗くん食らいまくってます。1回快速上がってきました。ちょっと感想を聞いてみたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。超あんなに上がったっすね。やばいっす。見てる側めっちゃ面白いっす。面白いです。いや、結構難しい。なんかね、浜から見てるとクリーンなんだけど、はい、沖行くとなんかちょっとよじれてて、結構テイクオフする位置がシフトしたりとかして、やっぱリーフが混じってるっぽいんで流れがある。そう、流れもあって難しいんですけど、でも見てる以上にはそんなに でかくはないし、下の方がそうだ、パワーもまだないけど、でもこれ一般の人は絶対やめた方がいいやばい、出れないと思う。なんかスープがすごすぎて、なんか今見てるけどよく俺これで起きてたのか隙間ないっすね。隙間がない。一旦やむと出れるんだけど、もう超パドルしないと間に合わない。食らってんの面白かった。あ、食らってんの取れた。でもその中でも何本かターンできるのもこれって。そうですね、あのツーカーブとかめっちゃ良かった。あ、良かった、はい、やっぱフィンしなるからいいかもしれないけど、絶対調子良さそうですね。ちょっとフィン変えてみようかな。ちょっとなんか
波にパワーがないからちょっとフレックスが強すぎる感じあるんで、ちょっとフィン変えて次やってみようかな。沖でも超大変だけど気合で。でもいいレフト来てるよね。来てます。レフトがやっぱりいいっす、ね、あの正面ぐらい来るレフトだよ。そうですね。OK、じゃあちょっとあれ狙ってフィン変えてやってみます。お願いします。お願いします。フィンをアルメリックのラージのエアコアに変えて入っていきました。こっからのアングルめちゃくちゃ絵になりますね。このアングルめっちゃ良くないですか。ちょっと静岡はもうバイクがめちゃくちゃ多くて、最近自分もう釣りよりバイクにハマってて、いやこれ最高っすね。ここまた来たいですね、バイクで。まーちゃんと海作2人でセットを食らってます。まだもう一本裏にセットが来てます。うわ、二人ともこれは食らえますね。ラウンド2は1ラウンド目よりちょっとやっぱり波が落ち着いてきてる雰囲気があります。でもね、全然セットが来ればダブルぐらいのサイズは来てるんですけど、でもなんか見てるより入った方がちっちゃく感じるって言ってたので、まあ、サーフィン見ていきたいと思います。変えてどうなんでしょうかね。見てる側からすると M の時の方が良かった気がするんですけど、乗ってる側はまた全然違う感覚だと思うので、また上がってきてから聞いてみたいと思います。またもや海作君は食らいまくってます。毎回乗ってちょうど降りたところ時に波がめちゃくちゃバンバン来てるんで、ついてないっすね今日は。でもそれでも関係なしに沖へ元気に漕いでます。おっ、消えました。おっと、まだまだ来てますね。さっきからずっと食らってます。すごい惚れ方してますね。でも無事に出れたっぽいですね。食らってる時の対処法は耐えることですね。セットがバンバン来てる時でも頑張ってドルフィンしてその場に留まってたら波が止まる時が来るんですよ。その時まで耐えることがポイントですね。まあ、あとは
横から回ってったりとかもできるんですけど、今日は耐えることがポイントです。今日一の特大セットが来てます。でっか、これダブルオーバーぐらいありそうに見えますけどね、こっちから見ると。カイサ君はこの辺にいたはずです。あ、いました。ギリギリ回避できたようです。まあちゃんとカイサ君が沖で2人で楽しそうに何か喋ってます。何を喋ってるんでしょうか。早く上がってきてください。ちょっとカメラマンの方は寒くなってきました。さっきのフロントサイドカーブとかもすごい良かったですね。なんか一見簡単そうに見えるんですけど、すごい姉にも技術が詰まってて、こういうでかい波とかだと板を押さえるのが難しかったりとか、レールを入れるのが難しかったりとか、その波に合わせるのもすごい大変なんですけど、うまくそれを経験値でカバーして調子良さそうなサーフィンをしてます。上がってきました。お疲れ様です。疲れた、朝かったでもこんなに上がってくれると思わなかったんで、もう静岡に感謝です。感謝です。本当にこれはもう昨日奈々穂ちゃんのコーチング頑張ったご褒美だと思って俺はもう噛み締めて、この台風スウェルの波に乗らせてもらって本当に嬉しい限りですね。まさかこんなに上がるの。でかいね。結構めちゃくちゃでかいですね、見てる側は。ダブルぐらいあるから、ダブルぐらいあるように出れないよね、ワンちゃん。でも、入ってるとね、体感そんな大きくない感じ。そうなんです。まーちゃんも結構攻めた、パフォーマンスしてた、ワイプアウトしてた、思いっきりしましたね。ふっと出た、ふっと出た。まあ、すげえ楽しいセッションできてよかった。最終日ね、本当は今日試合の予定だったんですけど、ちょっとこれだとやっぱりね、あのボーカルの方の予想通りね、でかすぎてしんどいセッションだったかと思うんで、昨日終わらしといて正解だった。どうすか、フィン。フィンは見てる側からすると前の方が良かったかなっていう。シャーパイフィンの方がこう粘って、そうで、ちょっとキレがあって、キレがある感じでいけて、ちょっと抜けちゃうんだよね。こうホールドできなくて、はい、ちょっとスカッてなっちゃうのがあって、悪くはないんだけど、もうちょいなんか多分波がちっちゃい時の方が良かった。今日ちょっとサイズありすぎちゃう。でもまあ両方ともフィン楽しめた、よかったっす。はい、というわけで最終日、最高の静岡会場、試合会場セッションができて、まーちゃんどうでしたか。まーちゃん、いや
久しぶりにでかい波やったから、最初っていうかもうずっとちきり散らかしビビってた。でも一本超ヤバいワイパーアウト多分取れてる。最後の取れてる。ちょっと僕も後でチェックしてくる。はい、まあでもこういう波をね、湘南いつも膝もぐらいしかないんですけどやれて最高だった。またやりましょう。はい、はい、というわけで静岡編最終セッション、最終日のラストセッションとなりました。皆さんたくさん視聴していただきありがとうございます。また静岡編アップされるかもしれないんでお楽しみにしてください。台風編もね、今も台風近づいてきていて、まあ、ちょっと試合もあるんですけど、撮れそうだったらまたアップすると思うんでよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけで朝ごはんタイムになりました。朝活セッション楽しかったですね。まー、あ、ちゃん怖かったけど楽しかったっす。ダブルぐらいありましたね。はい、そしてリックカメラ撮影ありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっと言いたいことがあるそうですけど。そうなんです、最近ちょっとこそこそ YouTube 始めて YouTube 始めたんですね。カイサ君の裏側を載せてましたね。ちょっと見てほしいですね。してます。概要欄貼っておくんでよろしくお願いします。見てほしいですね。目標再生回数は1万回です。嘘です、嘘です。今あったよ。ちなみにこれ撮ってる時点どんぐらいだったは、300回ぐらい。300再生までやったんですね。やってました。いいっすね。じゃあ皆さんに期待してお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。山ちゃんありがとうございました。